大沢たかしさんは弟さんで10歳離れてる弟さんですよね。はい。人柄はどういう感じの人柄だったんでしょう。まあこの辺で暮らして、はい、うちも生活もそう困るんで、ちょっとのんびり、材木屋さんですからね、やりましたね。はいはい。そして3人兄弟の私と今は割と親も厳しかったし、はい、2番目も厳しい、やっぱり3番目になるとちょっと緩くなるんですよね。あ、じゃあ1人弟さんがいて、その下の弟さんだったんですね。はい、3番目の10歳違いですよね。10歳ですよ。やっぱり先ほど自動車の事故で、はい、傷があって、どっち側に傷があったんですか。これはそりゃどっちやって、こう脇にだってこっちはね、このこれを、うん、こういうふうになかったかね、こっちが、こっちが、隠すようにと思うんですから、こっちの利きの上部だけ、あ、こっち側に、はい、その自動車事故の時に傷があったんですね。はい、こんな、はい、これは秀一さんすごいですよ。これこれがその作りの上にあった埴輪なんで、え、ちょっと待ってこれちゃんと取れますかね。これが埴輪、これが拉致された現場っていうか、現場の近くの事務所の寮の上に、大沢たかしさんの寮の上に、はい、机があって、その上にこれを見て、さっきお話をしていた仏像かなと思う。私は勘違いしてたんですけどね、この埴輪を大沢たかしさんは机の上に置いて、機械音が好きだったんですね。はい、あの頃レコード結構集めてました。ああ、そうですか。音楽もやっぱり、はい、自分でステレオ買って、ステレオのでかいの自分で作って、友達と作ってね、自分の家だと鳴らすと画鋲が外れるぐらいの音声があるもんで、お寺の友達と作って、お寺の本堂で鳴らしたって、暇なことして結構楽しいんですよ。案外そういった意味では心身不詳なる青年だったんですね。ずっとね、もう割とのんびりとして、本当にそういうふうな、まさにこの家で、その青春時代、大学に行くまでここにおられたんですからね。はいはいはい、この風景を見ながら、大沢たかしさんの生活をのんびりしていたことに分かりました。本当に大沢さんというのはそういう人だった。こうやった望遠鏡を見ても、埴輪を見てもですね、非常にそういうものがあって、あ、これは何ですか。パンダ持ってます。パンダ、あれなんですか。これが、あ、これすごい数ですね。これね、これ一箱カメラ、全部カメラですね。これはすごいですね。これがね、三段棒でね。あ、これ三段棒。アルバイトもしたし、親からやっぱ金手出るのに上手なんですよ。ああ、高橋さんはこれすごいですよ。カメラもたくさんありますし、私も1個か2個、1個か2個私は使ってね。カメラすごい好きだったんですね。へー、これをこうやって大事に今でも撮ってあるっていうのは、やっぱ高橋さんに対する思いが、アートもはなくなったし、じゃあこれだけ取っておいてやるかって、この望遠っぽいじゃって、望遠レンズですね。これはね、すごいですね。ここにもこう、先ほどのこれも望遠だし、本当に素晴らしいですね。本当に一日も早く大沢たかしさんが戻ってくるように、はい、私たちも頑張らないことで、こういうものを見てね思います。またよろしくお願いします。ありがとうございました。